クリス。飛行機のパイロットだろう。どうしてわかるの？音が聞こえるのはウェンデルだけじゃない。着陸おめでとう。君からみんなを説得してくれないか。どういうこと？見ればわかるだろう。俺は囚人じゃない。監禁されるいわれはない。俺の所属する部隊がここを活動拠点として使ってた。そのうちあまりの異常事態に知事から囚人全員を解放しろって命令が出た。あれと戦うために何でもいいから人手が欲しかったんだろうな。もう無茶苦茶だった。俺は暴徒化した囚人の一人に襲われた。看守だと思ったんだろう。起きてみたら部隊はいなくなってこの中に入ってた。シャレにならないだろう。信じてないな。普通そうでしょ。俺を出さなくちゃいけない。閉じ込められてるのはみんな同じ。確かに。助けてやれるぞ。もういいか。何か見つかった？いや、脱出の方法を知ってる。出してくれたら俺も助けてやる。俺が必要になるぞ。